今日はディーンのトルクレンチの特徴を紹介したいと思います。まずヘッドが取り外すことができるんです。ここを押して取り外して、例えば違うタイプの商品に付け替えることができます。それと調節の仕方ですが、ここをスライドして下げることによって回転します。で、回転させて数字を合わせて、今回は25に合わせます。25ニュートンに合わせたところでスライドを戻すとしっかり固定されます。これでトルクをかけて安全にネジを締めましょう。